まずはじめに、元民主党中央執行委員会委員長でいらっしゃいます塚本三郎会長よりご挨拶申し上げます。どうぞ塚本会長よろしくお願いします。本日は祝日にもかかわらず馬車を送らせていただきまして、祖国日本のためにわざわざご参加いただきましたこと、国民の一人として心から感謝とお礼を申し上げさせていただきます。皆さんご苦労様です。私ごとき者が会長という、実は小田村先生をはじめとするそうそうたる先生方おいでになる中で、会長を引き受けろという指示をいただきました。お語り申し上げましたけれども、しかしお国のためにとにかくやってみなさいという指示をいただきましたので、大変ご無礼でございますけれど、今日はこの席を汚させていただきますのでお許しいただきたいと思います。私も昭和2年の生まれでございます。小学校の時に11月3日となれば、ご存知の通り面接の歌を 歌っておりました。雲に沿う夜高地方の年配の方を思い出していただけると思います。国の見柱立てしよう、一体国の見柱とは何だ。振り返ってみます。実は今日本の国では残念ながら国の見柱が欠けておるのではないでしょうか。一体明治の初めに今日本の国は円高でもって世界中から振り回されております。国には通貨発行権があったはずなんです。アメリカがドルを頑張する、だからこそ裏付けのない他通貨というものは安くなります。中国も言語を乱発しております。裏付けのない通貨だからこそ物価高というインフレに悩まされております。日本は正直ではありますけれど、ご存知の通り通貨発行の権利を要求していない、こういう状態でアメリカは250兆日本円にして、中国は200兆、こんな通貨を発行される中で日本だけは馬鹿正直にやっておりますから、かえって円高でプラスもあるでしょうけれど、マイナスも大きく、輸出貿易に携わる皆様方は本当に苦労しておいでになるのではないでしょうか。明治にはご存知の通り倒した徳川幕府からお金をいただいて維新が出たわけじゃありません。より構成を中心とする通貨の発行権太政官札を出して明治を運営したことは、今私は思い出しまして、国の見柱の一つは通貨発行権、より構成が行いました新しい通貨でもって実は日本の維新を行ってくれたのではないでしょうか。2番目にはご存知の通り、日本の国は神の国でありまするけれど、もう一面は仏の国、仏教が堂々と日本の国を治めておってくれます。神道と仏教をいわゆる対立することなく日本人の魂として建設してくださったのが、あの教育勅語ではないでしょうか。20倍に難々とするいわゆる連合国を相手にし、4年も日本国が戦うことのできたのは、やはり教育勅語で訓練された大和民族の魂ではなかったか。その2つ目の柱は教育勅語ではないでしょうか。最後に、明治のあの戦いが日露戦争で勝つとは思いませんでした。時の枢密院議長、時の総理大臣、この戦いは勝つことは難しいであろう、しかしながら金子健太郎氏を呼んで、そしてアメリカに使いに行ってくれ、途中で仲裁してもらうように、金を借りたいんだ、国債を引き受けてもらえ、
イギリス展示チェーン同盟をやってくれというオレンジの香り、あの日本の国をですね、日露戦争から救ったのは、いわゆる日本独自では戦えない欧米を身内にしたという国際的なですね、いわゆるブレンを彼の結果太郎氏を使って戦った、いわば第一に通貨の発行で、第二は精神の立て直す教育直後、第三には外交で世界の友好国と手を結ぶことによって開かれた日本の国がですね、あのロシアという大帝国を打ち負かすことができたのではないでしょうか。私なりに君の見柱立てしろという歌の見柱とは何だったか、今日本にない三つの柱をですね、明治のためにやってくれた先輩のために、もう一点、このいわゆる文化の日は、魂は明治の魂なんだということを言い換えらそうではございませんか。大きいご努力に対して心から感謝申し上げまして、会館のご挨拶に返させていただきます。ありがとうございます。